夏の夜空を彩る高等花火大会。1982年、昭和57年に砂町地域住民の融和と発展を願って砂町花火大会の名称でスタートしたのが始まりです。当初は小規模な大会でしたが、砂町地域の町会、自治会や各関係機関、団体などの協力によってふるさと高等の一大イベントに発展しました。しかし新型コロナの影響により2019年を最後に中止が続いていました。今年は新たに区が実行委員会を設置し、4年ぶりに高等花火大会を開催します。日時は8月11日金曜日祝日、午後7時から8時まで。会場は葛西橋と清砂大橋の間、荒川砂町水辺公園。打ち上げ数はおよそ6000発を予定しています。今年は来場者の安全確保のため、会場内を全席指定の1万人に限定して開催します。会場への入場はチケットをお持ちの方のみとなりますので、ご注意ください。今回区内在住の方限定の無料席2500席に抽選でご招待します。ご覧の観覧席のうち赤色のエリアが今回募集するエリアです。ペア席1250セットで、対象は2人とも区内在住の方。締め切りは6月20日火曜日、消印有効です。申し込みは往復はがきに氏名、住所、電話番号、年齢を記入し、郵便番号 150-0031 渋谷桜ヶ丘郵便局止め、渋谷区桜ヶ丘町29-33、渋谷三新マンション605号、高等花火大会実行委員会へ。申し込みは1人1回まで。代表者を取り替えての重複申し込みは無効。抽選結果は当落選問わず7月7日金曜日までに返信用はがきで通知します。当選者は返信用はがきに座席番号が記載されており、それが当日の入場チケットとなります。なおチケットの転売は固く禁止します。1万席のうち残りの7500席、ご覧の青色のエリアについては7月中旬から区民優先の有料席として販売を行います。応募方法など詳細は区報7月11日号でご案内します。詳細は高等花火大会実行委員会事務局、電話6427-0040、ファックス6455-0489まで。土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時までです。また高等花火大会公式ホームページもありますので、そちらもご参照ください。荒川に浮かぶ台船から次々と打ち上げられるスターマインは迫力満点です。間近で観覧したいという区内在住の方は、まずは今回募集される無料席にご応募してみてはいかがでしょうか。